9月9日パ・リーグまとめ。由伸ノーノーおめでとう。山本由伸化け物定期。NPB 史上100度目のノーヒットノーラン達成。山本由伸は22年6月18日以来2度目の達成。複数回達成は1972年外小葉義郎3度目以来51年ぶり。2年連続達成は1936年37年沢村栄治。1940年41年亀田忠史以来82年ぶり3人目で2リーグ制御では初。由伸、明日もノーノー出ると思うんで、期待してください。なんなの？ロッテに喧嘩売ってんの？同期がするんやろ適当。オリックスが食らう可能性もあるんやろ。オリコー、吉信様々だが何より嬉しいのは杉本がやっとホームラン打ったことや。また今日のロリックス戦は唯一のナイターというだけあって注目度すごかったな。今日キャッシュマン見に来てたにゃってな目の前でノーノーとか持ってるな。明日も同期 VS 宮城やから多分幕張止まるんちゃう？ヤンカス、日本のピッチャー？伊川2世やな。まだ靴惜しかったな吉信。山本はよメジャー行ってくれ。おかわりっていつ衰えるんや。神すぎん。おかわりは今日のホームランで470本目。すごすぎー。500目指せ。23本がトップのリーグで16本打ってるおかわりくんさんすごくね。40歳にしてリーグ6位タイって考えるとすごい。すごすぎ。あのあっさりホームランになる軌道ほんとスピアシスト弾道や。スタメンみんな全然タイミング合ってないのに代打出さないとかロッテの首脳陣アホすぎちゃう。ノーノーされるの黙って眺めてるの初めて見たかもしれんわ。なんか最後荻野に代走出してたけど小川出すなら藤岡に代打した方がまだマシやったろ。今年ってスタメンの打順ごちゃごちゃ動かしてるだけで基本地蔵やし、さすがにどんな地蔵でも代打出すやろ。よしやめろ。王監督福浦でいいか笑い。 GG え、僕がロッテの監督を勝利監督インタビューで毎回気持ちいいするがが想像できるわ。今の広島みたいに逆に良い効果を生み出しそう。なんだかんだ楽しそう。井口に土下座して帰ってきてもらえ。そんで井口さんはこの前の始球式のテンションで監督やってくれ。木村清水川野と山本デイビッドは帰ってくるな。里崎好きなロッテファンは多いけど里崎監督待望論のロッテファンって一人もいないよな。そりゃもうそういうことよ。だってあいつが嫌から誰でも言いそうな理想論ブーブー言ってるだけやし。最近里崎好きなロッテファンほぼいなくなったと思う。Y も好きやったけど今嫌いやし。里崎は嫌いやけど横にいるあの女嫌い。どっちも嫌いでくさ。宮城 VS ローキって今年2回目だっけ。てかマー君はどうしたんだよ。7回に一気に崩れたやん。まあは和田さんみたいな使い方しかないな。崩れかけたら即系統。ただ楽天のしなしな中継ぎ神社9回まではとても和田おじ今日のクソ狭ゾーンで5回に失点やしようやっとるわほんま。栗山も栗山で終わったように見えて7本塁打なんだよな。なんなんだよあいつら。やっぱりあのドームは体鍛えられる。岸も38で関東行けるし、来年の交流戦で和田おじ VS 石川おじの投げ合いみたい。今年のオープン戦で和田石川青木の球界最高齢トップ3が揃った試合はあったな。今シーズンの柳と吉野部だけか。4年と比べると少ないな。石川マーベルーナとか見に行くわ。投手育成には天国やわ。空地獄の暑さで鬼の下に懐くわ。こんなや今見てるとほんと感じるわ。最近の加藤はほんと精細書いてるわ。バンクは FA しても欲しいんかこの加藤を。まあでも正直に言うと加藤ってやっぱりサツドピーやったんやなって。今日のおかわりのスリーランもサツドなら入ってへん。加藤が5失点した時点で負けなわけで加藤は出るにしても残るにしても来年の契約どうなるんだろう。これで出ていく可能性が高まったと言える。 FA してもハムは適正価格しか出さないからむしろダウンテージしそう。それでも3年連続150イニング前後投げている肘肩問題なしの左と考えたら FA 市場で4年10億以下の評価はまずありえない。ハムが最低限それくらいは払うのか払わないのかという話。万波は昨日3四球で1番打者として見れば悪くはない。1番打者の役割期待して1番にしてるわけじゃないからな。ホームランの数稼がせるための1番だから1番万波は悪くないわ。万波はホームラン王まだ狙ってるだろうし。てか日本のプロ野球はいい加減に4番進行を卒業すべき。巨人なら岡本は2番か3番を打たして打席数を増やすべき。水野とか細川ならハンソン出した方がマシ。若手の成長を促すために継続して使ってるわけでもないし。浅村こんな大事な時に昨日も今日も無安打って。なんで盗塁しなかったんだろ小深田。超美味しい場面だったのに。石井の誕生日に負けを申請。おぼう欲してフランコ使うやつ。これだったらおぼうスタメンにして打席増やしたかったな。ソフトバンクとはあと6試合ホームビジター3試合ずつ4には必須だがまずは明日だな。明日勝てばまだ希望つながるけど明日負けて 3.5 差は残り試合数的にもう追いつけないな。真面目に今日フランコスタメンだった理由何？相手左だから。こいつ右も左も打てないけど。浅村は秋の時の破壊力は半端ない始末しかないのだ。田中ってこの打勢リーグで防御率 4.8 って地味にヤバいよな。派手にヤバい。田中将大奪三振率 4.99 左積2割9分3厘1分 1.41 すごいやんこの人。年俸は5000万ぐらいの投手ですか。正直に今年の運命を託す。とにかく投げ勝負ら松井以外は誰でも一緒だな。リリー編成がアホすぎる。海が打ってる試合の勝率の高さ。よそから引き抜きとか FA 獲得より海を競争させるのが一番手っ取り早い。 GS から下克上優勝以外許さないってそのオーナーからのありがたいお言葉やな。明日までは井上かな。いい経験になったし明日ダメだったら一旦落としてリチャードと入れ替えもあるかな。本格的には来年からで今年はファームでせめて2割7分くらいまで上げてほしい。ノーノー1回してくれるより2試合連続で7回まで投げてくれる方がずっと助かるという事実。おめでたいことですけどね。調べたら山本が7回まで投げなかったのは20試合で6試合だけ。ホークス4ロッテにこんな投手いたら監督は楽だろうな。山本と石川同じノーノーで投げここまで安定感が異なるのか。千賀で20億なら山本なら35億はあるなこや。柳田がいなかったらさらに弱いからな。ホークス当たり前だが吉田が MLB 行っても優勝したオリックスは鬼ごととしか言いようがない。てか去年よりは調子良いんだよ
よな柳田。それで去年より弱いって明らかに監督責任だからな。忘れちゃいけないが昨年オリックスとゲーム差なしだったチーム。大竹耕太郎阪神タイガース18試合10勝2敗防 2.149S11A の諸田は大竹の野球人生救ってくれて本当にありがとう。高橋玲也田浦大津や松本つもり泉も救ってくれ。大竹の良さを全く理解できなかった球団が加藤を生かせると思わない。まあこれなんだよな。スピード第一主義のバンクが加藤欲しいかと。まあ確かにイニングイーターではあるけど、ロッテ加藤は割とありそう。そしてマルセみたいになりそう。カジヤとかジェスケス見るとバンクの指導法って絶対筋トレ第一だと思う。そらネットで野球のできるボディービルダーってやにされるくらいやしな。ソフトバンクさん一生のお願いなんやが、もうちょっとだけ藤本監督続けてくれん。ワイは投手コーチさえ変われば藤本のままで良い。早けど多分無理や。今日は球団社長とオーナー見に来てて、勝ったから最後にグラウンド来て選手とハイタッチしてたけど、藤本の時だけ真顔になってた。そもそも球団社長もクビだろ。球団社長と GM をクビにしてほしいけど、藤本生贄にして生き残りそうなのがな。リチャードは中日の鵜飼とトレードするべき。鵜飼はバンクでホームラン打ってるし、リチャードは和田さんの指導で細川2世になれるウィンウィンやろ。和田剛42、今日は粘るべきところで粘れなかった。チームに迷惑をかけて本当に申し訳ない。5回に失点。ようやりすぎとる。さすがジジイにどうしてここまで背負わせるんだ。聞いてるか東浜石川。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。